そういう疑問点を持っている中で、まあ、私の方出版してくださったですね、まあ、岩崎さん、はい、今カザフの文庫、の社長さんですけど、はい、まあ、岩崎さんからお話をいただいて一度、まあ、合わせていただいて、ね、はい、話を聞かせていただいたら、やっぱりこの放射線に対する社会のアレルギーというのがいかに日本社会を歪めて、はい、もう著しい損失を生んでいるかというのが、まあ、はっきりしてきたんですね、はい、これはやはり政治家としても、もう自分の方からいろんな問題提起をしなきゃいけないですし、同時に、まあ、その第一人者である服部先生から多くのことを教えていただきながら、それを地域に根ざした議員として、まあ、どんどん広げてですね、社会をその放射線についての風潮について正常化していかなきゃいけないというふうに思ってですね、はい、教えを請うているところで、またこういう放射能は怖いの嘘を、はい、まあ、前回出したもの、そして今回新しく改訂版出された、はい、こうしたものも、まあ、一つのですね、多くの人にその内容を伝える、正しい情報を伝える、まあ、手段としてですね、はい、広げていきたいなと思っていますので、今日はこうして公開収録に来ていただいてすごい嬉しいなと思ってますので、はい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、あれですね、まあ、私なんて本当にも先ほども言いましたけど、全く、理解しない部分があるんですね。イメージだけで全部捉えている部分があって、結構放射能が怖い、僕の時はそれで、チェルノブイリ、チェルノブイリは大体高校がそのぐらいだったんですね。そういった意味では、なんかもうとにかく放射能は怖い、怖いしかないんですよ。で、まあ、今巷にいろんな問題が起きてますけども、その放射能は怖いっていうのは、そもそもなんでこういう風潮が生まれてきちゃったんですかね。私の自己紹介しないと。ああ、そうですね、はい、よろしくお願いします。私は東京工大の原子力 の第一期生なんですよ。マジ本当に今から57年前ですけど、本当に東京工大にたった10年、卒業は7年、本当に原子力の1期生、卒業してすぐに原爆の出来たオークリーというのがテネシーの中で、その年がですね、たまたまこの国際放射線防護委員会 ICRB、 放射線怖いよという国際勧告、それの直後だったんですよ。それは私は知らなかったんですよ。その行った講師が原子炉の災害、大災害の解析を専門家養成コースだったんですよ。だから、むちゃむちゃな話ばっかりだったんですね。そこで、出たのが、放射線がいかに怖いものだとか、いかに地形だとか、結合だとか、電子を食ってしまって、遺伝的な症状。それはあまりにも強調されていたので、まあ、1年間の特訓の中で、自分で、まさかっていうぐらいの話、それが始まりだったんですよ。で、そのまさか、なんか、むちゃくちゃ言うな、わけわからんだけれども、印象ですよ、最初。何もわからんだから、それ本当かもしれない。けれども、戻ってきて、私は、放射線の怖いの、専門家ないということで、原子力の安全だとつく委員会に全部、片っ端から委員会のメンバーで、東京に、名古屋から毎週のように出かけてきて、放射線の怖い委員会、安全と作る委員会、全部メンバーにされて、で、27年ですか、そういう関係は、もう厳しい話の専門家になれて、言いたい放題言って、力んでたんですよ。そうしたら、そこで、とんでもない、元気になる、長生きするよと、免疫も強くなるよと、男性ホルモン、女性ホルモン強くなって、とても素敵になるよと、そんな論文ができたんですね。で、その私も論文読まなきゃいけないんですけど、この気違い論文、みんな笑いもしない、読むなよという風になった、読まなかった。そこで
農会研究員で20何年経ってから電力中央研究所というところに現職部長として使って何かやることないな、一人部長とんでもないのを見つけたよ、読んでくださいよ、それがクリスマスの頃84年のクリスマスのこと、まあこれは大変な論文だ、まあしょうがないから辞書を引いて冬休みに読むんだろう。で正月出てきて山岡君っていう、はい、若いのだったんですよね、うん、山岡君は俺が思ったか、カンカンに思ったか、何を言ってるんですか、山岡君、じゃあ俺はアメリカに手紙書く、許せんぞ、何を思ってるんですか、だって私は怖いよって言ったら27年間その専門家だよ、名古屋から出張して力み込んでやってきた、怖いのが一番のスーパーリーダーのつもりだった、そしたら違うんだよって言う、そしたらこの論文すごく丁寧にしっかり書いている、これは本物だよ、いよいよ困っちゃったよということで、アメリカに私の理解者がいたんですよ。フロイド・カラーというカリフォルニアにいた、うん、大変偉い人、大変多くて、すごく仲良しにしていたんですが、その人に、この番組のコピーと、私の激烈な怒りの手紙と、ね、送ったんですよ。ただその人がカリフォルニア・パロアルトの EPR 大の院長だったんですが、私の手紙を持ってワシントンまで行ってエネルギー省本部に行って、この男俺は大の仲良しで大好きなわけだからね、怒っちゃってるよ、どうするんだよそしたらエネルギー省の偉い人も、そうだな、アメリカは懐の深いとこ見せるって、そういうことでしょう、国際シンポジウムを開こうと、よし分かったということで、エネルギー省が予算をどこがいい、まあ、それはゲノムの本拠、カリフォルニアダイヤルの蕎麦だよということで、ゲノムとか DNA っていうのがあるのは、うん、ずっと後だったんですよね、 ICRP のところのお茶屋をメーカーこれはゲノムだって DNA だって何も分かってなかったという言葉もなかった、80年ぐらい前ですね、それ、いや80年も前ではなくてですね、だいたい分かって、まあ、1959年に私は何だ、僕に入学して1960年に日本に帰ってきたんですから、まあ、その頃勉強して帰ってきて、それからその論文が出たのは1984年のクリスマスか、ところがアメリカは懐の深いと思うんですよ、カリフォルニア大学の DNA の研究もその頃は盛んだったんです、うん、カリフォルニア大学がもう世界トップを走る、でそこでシンポジウムで、服部さんあなたも行くか、いや俺はそんな専門家じゃないから、ただこの野郎で質問しただけで、ね、だから俺は行かない、で後でパロアルトの本部があるアメリカ電力研究所のドーナー星団というやつ、放射線の環境に関する世界的権威ちょっと来てくれた、でパロアルトで行った、そしたらあの放射線は体にいいよというか、科学的に正しいんだよ、実は正しいということが分かったんだよと、我々はオークランド会議って言ってるのに世界中から大勢集まったのに、百何十人の専門家が集まって、みんな俺にも喋らせろという大変な楽しい会議になっちゃったんだよところが結論として、俺は動物実験で本当か嘘かやらなきゃダメだよと、もう哺乳類でじゃんじゃんやる必要あるよと、それが結論だよ、
言い出しってお前責任あるよ、日本でやれと。ボールを投げ返されちゃって、えらいことになったなと。衝撃的な結論ですね。やっぱりボールを投げると投げ返すのが世界の常識なんで、投げ返されちゃって、分かったよ、これやるよ。気楽な返事して帰ってきたんですけども、電力中央線っていうのは、土木と超高圧送電線と雷と、医学一人もいない。困った。俺やるよって偉そうなのに帰ってきた。はい。そうしたら、日本一の近藤総平という先生を呼ぼうよと。じゃあ呼ぼうと。その先生を、その方から呼ぼうと。まあ、京都大学から大阪大学に移って、大阪大学の小田先生、軍事生物学の、この近藤総平の方を山口で専門家には慣れない。有名な人だ。うん、その人が、東京に来て、これは面白いぞ。それぞやる価値あるとみんな呼びかけろで、おっぱいた、うん、そうしたらそこで岡山大学の森秋為っていう世界的な人がいたんですね。岡山大学でまずやる、マウスでやる放射線250ミリシーベルト当ててみようよ、もし起こるぞと。それで論文見つけた山岡君がたまたま岡山の女性と結婚した直前に、それで岡山、その女性が岡山大学の学長さんにつながる家柄だと思って、これやりたいと論文です、何かやりたいと。そしたら、いやマウスでやろうと、こうなってマウスで実験して、はい、その結果がものすごい結果が出たんです。それはもう結果的に世界的な衝撃になったんですけれども、250メーター前後、まあ、500ミリぐらいまで当てたんですよね。数分で、約1000で一番安いから、そのちょっとやった電信。そうしたらすごい活性酸素と戦う大事な酵素が SOD って、それが血液の中、そして細胞の中でどんどん増えるんだよ。そのおかげで若返りが起こってるんだよ。そしてその若返りが一番すごい話だ。皆さんの細胞膜の透過性って、細胞膜が透過性がなくなって老化してもうダメになって死んでいくんだけど、細胞膜が若々しくなっちゃって透過性がぐんとどれぐらい、まあ、65歳や7歳ぐらいになっちゃうんだ、ね、これはすごいやろ。さあ大変だ。で細胞膜透過性が飛躍する。それで山岡君に論文書けよ、ちょっと横文字の論文これは書く。僕 山岡は横文字大嫌いなの。山岡横文字大嫌いだと雨君、しょうがないな、みんな書く手伝いよ。で横文字の論文書く。そしたらアメリカでだんだん大騒ぎになってるでしょ。もう本当の騒ぎ。でそしてアメリカにワシントンにちょっとその旗振りしてる服部ってことを呼べと、ワシントン DC に呼べと、そういうことになっちゃいますから私は呼びつけられて行くよっていう理事長に聞いたら、はい、バカやろね、なんだ今度大変な会議どうするんだ、ね、それは何かというと、私は京都大学の医学部長の菅原先生が僕が代わりに行ってあげるよっていうのが裏にあったんですよ。菅原先生に行ってもらうってことついでに喋りながら理事長に言ってんで、もう一回行く方がいいんで、なんでお前一人に行かないんだと、殺されに行ってこいよと、このテーマは実はそういう冷や物なんだよ、殺されるのはお前自分でやるって言ったじゃないかと理事長に叱られちゃって、じゃあ行ってみましょう、人体実験室で行ったんですよ、マシンと。そうしたら、私がその体にいいよ、膜が入っちゃうよ、めちゃくちゃ効くよ、放射線はもう素晴らしいよと、喋りまくった。
喋ったそばが NIH で世界一の医学研究所のそばだったから、医学者たちが850名で大会議だった。で、私が喋った後で、なんだ、3列並ぶんですよ、マイク3本あるから、大会議です。はい、ずらーっと並んで、なんだ、みんなその医学の専門家、こんな面白い話、生まれて初めて聞いた。面白くてしょうがないよ。65歳が7歳になっちゃうの。おまじない？ちょっと、5歳のおまじないで。5歳に。これは面白いよ。アメリカ何もやってないよ。5歳になっちゃう。で、その結果ですね、どん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 アメリカの中の女が登場してきますよ。登場してきて、私が、それで、最後、1995年だ。95年カリフォルニア。次回そのフランシスコが96年もう一遍ワシントンでやるの。さあそこで飛び出てきたのが、私は魂の人、アイロンポリコンという名前で、はい、本が書けるんだと。感動的なことが現れた。アイロンポリコン。昨年亡くなっちゃったんですけど、本当にすごい命がけで叫び出した。これは大変な問題だと。俺は引かない。ということで、これの裏に何があるか知ってるか。実は小動物の精神細胞は DNA の修復がないということを知ってて、わざとそれに放射線を当てて、愉快なりっていうのを世界中に普及させたの裏があるんだ。あ、もう知っててなんですか。もうそれ全部知ってるから、叫びになっちゃった。そして、その叫びで、アイロンポリコは、ハイビー VA に本部に行ったり、から、WHO、ジュネーブですか、はい、ICRP にどんどん駆け抜け回っちゃったんですよ、一人で。そしたら、セビリア会議、国際会議になっちゃったんですよ。で、その、セビリア会議に、世界中650人あって、私も行ったんです。まあ、すごい。激突です。国際放射線防護委員会の後、DNA の修復、人体の抵抗力がこのようになるんだっていう、そちらの、その最先端の科学者と激突1週間。私はもう毎日まるで舞台の上に上がってる。ね、胸ぐらつかんでる。猛烈な会。科学者の会でこんな激しいの初めて見たんです。で、呆れちゃったんです。そんなことを体験しましてですね、これはちょっと相当なるテーマだな。まあ今日はそういうことで、まず何が起こっているか、現在でも日本もですね、あまりにも根の深い問題ですから、いわゆるオイル、石炭、そちらのエネルギー勢力と、そこに原子力なんていうのが飛び出てこないと、この野郎って言うんですよ。ね、そういう問題があるんですよ。それから原子力は放射線、いや原子力だけそう怖がるだけじゃないけど、これを利用しなきゃダメだと。もう二大勢力の激突なんですよ、ね。政治問題そのものです。だからこれが日本はですね、かなり国ですから、世界の大勢力というのも多いのと勢力大きいです。マスコミは全部多いので。マスメディア全部オイルの会できてますから、そちらにごますって生きてるのは日本の政府ですから。ICRP、これ、むちゃくちゃだってこと。言わないんです。ICRP、このむちゃくちゃなデザラメ組織なんて言えるもんかですよ。日本の政府。それを国際放射線防護委員会。1年間1ミリシーベルト。ね、それ以上の話は、もう問題だ。放射線怖いよ。徹底的に問題だというのを現在も批准しているんです。その批准しているために福島でも大変大変戻すな、それ専門家たちが冗談じゃないですよっていう、本当に怒っている専門家がわざわざ昨年に来て1週間叫び続けて現状を判断して、ご飯として大間違いだ。
とそうですね。許せないとインドのタミルナズというインドの最南端で生まれた男です。本当の叫びをするというのはヒンズー教なんですけど、ヒンズーのタミルナズからバンとして叫び続けて1週間、はい、まあもうここ国際会議日本でやるぞとやったところで私の想像では、いや、びくともしない。強烈だ。そんなこと言ったら、やろうよ。もう、今年の10月に、日本で国際会議やって、少なくとも火をつけよう。世界ひっくり返すような力は日本にはないだろう。しかし、やろう。ということが今、入ってきておりまして、国際会議を。あ、素晴らしいです。それ、菅官房長官が、頑張れと。言ってくれて、おりまして、菅官房頑張れ、世界をリードする日本になれ、うん、という言葉が来ています。どこまでやれるか、わかりません、はい、まあ、ちょっとそこまで、ちょっとご報告します。はい、ありがとうございます。いや、なんか、小説読んでるような展開でずっと聞いちゃいましたね。もうドラマです。すごいですね。そうですね、もう本当のドラマ、世界の利権構造の中で戦ってこられたという、単純にドラゴンだけじゃないんですね、はい、本当にもうすごい複雑なものが絡んでるんですね。エネルギー、はい、国際戦争、はい、というところで日本はどこまで本当に叫んで、世界で世界が本当に、ね、はい、活動になっていけるのか、はい、まだ分かりませんけど、はい、まあ、そういうことで、実はもうお茶のご愛が嘘、はい、ご愛の嘘、この分厚くなっちゃったこの話は、ものすごくものすごい話が入ってますので、はい、第2編、ちょっと後から後半に第2編、これはものすごい話が含まれてまして、はい、また後でやります。じゃあそれは後半にしましょうか。後半にしましょう。じゃあとりあえず前半は分かる、はい、まで背景で、はい、わかりました。じゃあとりあえず前半はこれで、はい、はい。